化け物いや違うそういうことかあの人魚伝説清太郎こいつらが人魚なんだないや確かに人魚なんだろうがはっきりしろよああ人魚だあの伝そうか バテリン、何する気だ話せ聖太郎、こいつらをぶっ潰すんだよやめろってんなことやったって何の意味もねえだろ意味がねえことなんて分かってんだよでもでも私はこいつらが許せねえんだユカとユウタを殺しやがって <laughs> こいつらのせいでユカとユウタは死んだんだ殺されたんだ こいつらに…ふざけんじゃねえよ私たちがお前らに何したってんだ何をしてねえだろうが返せよユカとユウタを返せ返しやがれ返してくれよ頼むから、二人を返してくれ 第一 またかよどんなに歩いてもここに戻ってきやがれチキもう一回やめろ聖太郎意味ねえよどうせここから離れることなんかできねえんだからまだ分からねえだろうが少しずつでも地理を把握できればそれに辻田さんも戻ってくるかも無駄だ お前だって言ってただろ地図がねえと歩いても意味ねえって3日間歩き回ってもどこにも行けなかった私たちこの場所に閉じ込められたんだあの人魚たちにオフィリアってさ オフィリアの絵って綺麗だよな水の中で死んでるのにすごく綺麗だっただからきっとたくさん絵に描かれたんだ苦しくなかったのかなああやって水の中で死ぬのさあな死ぬならあんな感じがいいな 水の中で苦しまず綺麗なままそうだな俺もその方がいい。